どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセシーズン10、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、総理悟さん、スターブラックさん、菊池涼介さんからのリクエストあれでます。古田敦也選手作っていきましょう。また結構大変なリクエスト、難しいな、頑張ります。とりあえず、スタンダードのストップ、背番号27にしよう。背番号に合わせて。で、ヤクルト、天才なんだろうな。やっぱり天才カードだとね、肩だな。あ、まだ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 、特殊系でいこうか。プロ入り。で、別にビビってないし。大丈夫だし。大丈夫だし。さあ、来い。初期状態。あ、いいね。なかなかちょっといいんじゃないですか。ミートがちょっと低めだけど、キャッチャーはもともとなんてか初期状態が高い。よっしゃ、虫歯ねよ。高い率が大きい、よくある、あるっていうか、調子よくなりがちなんで、その初期状態が、全体的に。そう考えたら割と美味しいかも。ほい、4か。もうちょっと欲しかったな、回復。で、こうして、シャッフル。ちょっと赤が多めだけど、あーやばい、赤踏んじゃう。しょうがない。で、ゴール。これゴール、こんななんか端っこじゃなくて、もうちょっとなんか、やりやすいとこだったらよかったんだけど、ステージ2。ガンダーには会いたいな。なんかちょうだい。プロ入りは持ってるから、チアホヤ、いいね。テンチアコンボいただきました。ほい。そして、やる気アップ。ほい。キュー、美味しい。しかし、赤が少ない。帰ろうかな。なんか、ちょっと、温存した方がいい気がする。これは。どうせここに。いやー、ほら。痛かったよー。こういうのあるから。ゴール。ちょっととりあえずやる気上げないとな。やる気上げないことにはやっぱりいい選手できないんで。またこれ俺嫌な感じだよ。なんかマップが二分されているような感じは非常によろしくないですが、まあとりあえず会っちゃおう。はい、ソウルカップ、オッケー。そしてガンダーによく合うな。もう、はい、もう最短距離で行っちゃおう。はい、チビ超人伝、オッケー。ガンダー、マジでちょっとガンダー、お前ミート強化。はい、肩強化とか欲しかったんだけどね。はい。あとは守備。よーし、10回復。で、赤はむやみに。やめて！あ、よかった。プロ野球じゃない。プロ入りカードじゃなくてよかったよ。焦るわー、いうことされると。ステージ4。そろそろ特殊ステージでもあった方がいいかなと思ったんだけど。データ。はい、パワーアップ。しかし、やる気ダウンは痛い。総力超人ね。総力 CC の。カレンさん、あぶね。一列ずれてたらやられてたわ。とりあえずゆっくで、こうか。で、こうだ。あ、無理だ。くそ、止まりやがって。なんか物にできると思ったんだけどな、一石に。野球マン1号か。あ、いいね、1号。パワー、肩はありがたい。しかも会えるんじゃないか。はい。これは会える。間違いない。よいしょ。やったー。やる気普通に戻ったのもいいし、た。で、パワー上げて、よいしょ。エラー回避も上げる。ダウンはしょうがない。回復。9。素晴らしい。金縛り。今、あ、でもまあ、まあまあ、そんな。総力上げーの温存ゴール。あ、弾道3にすべきだったかな、上行って。でもなんかゴール大変そうだからやめました。ステージ5。さあ、プロ入りがあるから、安心していこう。ここでだから肩ガン上げして、はい、来い。肩超人伝いただきました。オッケー。いいじゃん。あれ？なかなかありがちな再現なんじゃない？やめてー。せめて体力はたくさんあった方がいいんだから、まあ、プロ入りあるから本当に無理はしないで。おい、呼吸超人伝、オッケー。いいよ、まんべんなく超人伝が引けてんのはいいね。宝箱取っちゃおうかな。向こう行こう。はい、なんせプロ入りがあるから焦らずに。よーし、パワー、いただきました。弾道それこそ3欲しかったな。だったら、あ、あるじゃん弾道マス。1、2、3、4、5。カレンさんまでは偶数か。まあ、なんとか大丈夫だとは思うんだけど。弾道取り行くと死ぬな、多分。こっちか。ミートアップ。回復。7。よし。で、こう来て、どうだ。よし。行った。オッケー。で、はい。これでどうだ。やめて、やめて。しまった。俺嫌な予感が、嫌な予感がしてならないわ、これ。で、こうしてちょっとじっとしながら。あー、6コン来た。やばい、やばい、やばい。6コンのパターンは考えてなかった。あ、待った、待った。しまった。パワーヒッターいただき、ありがとう。でもそういうことじゃない。待って待って待って。俺ね、今ね、すっごい嫌なこと考えてんの。まあ、
フルリカード、カレンさんに吹っ飛ばされて、でハテナに立つプロリナクスのパターンだと思うんだよ。あるいはこういうまあどちらかというと左右行ったところで同じなんですよ、ハテナを踏むんだったら。だったらこっちだ、やられちゃったやられちゃったらどうしようもないけど、まあプロリあるから、うん、ちょっとパワーヒッターはでかいな。はい、プロリカードがキラリと光る。肩はもうちょっとあっただろうな。あとミートも高いだろうけど、いや、パワーヒッターは美味しい。それじゃあちょっと見ていきましょうか。OB。ミートどれぐらい ?B、C はあると思うんだけど。いたいたいた。あ、B か。あとパワーそんな、うん。逆か。肩 S だよな。そりゃそうだ。うん、パワー特化型になっちゃったな。まあ、一応じゃあ完成とさせていただきます。やっぱり、プロ入り持ってるがゆえの苦悩っていうのもあるもんだね。と言わず完成とさせていただきます。これはこれでホームラン打つんじゃないの?かなり。ということでね。じゃあ、これ、この選手、ガンガン回していきましょうかね。はい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあ、どんな成績になるのか見ていきましょうか。ほい、というわけで、まあ、キャッチャーとして、正捕手として、ロックオンしてみました。さあ、ロックオンっていうか、ロックだね。ロックしてみました。さあ、どんな成績を残したのか。でも僕はね、なんだかんだ言ってやってくれたと思うんだよな。新人王ぐらいはまあ間違いないと思っていいんじゃないでしょうか。まあそれがフラグだということは、まあ、フラグじゃないと信じましょう。行きましょう。はい、野手ランキング。ドン。打率思ったより低かった。うわー、残念。2割1分8厘。なるほど。で、安打115本。ホームランはどうな、いや、いいね。チーム1位じゃない ?29 本。やったぜ。そして、で、打点89。これもチーム1位だと思うな。ああ、いいじゃん。なるほど、なるほど。チームでは1番。でも、三振も1番じゃねえか。153振。結構しましたね。へえ、フォアボールも、まあまあ、それなりにやると。デッドボール4回。バント0。まあ、それそれ。で、うわ月19。結構えぐいぞ。あ、そう。盗塁してるんだ。8つ。なるほど。意外と盗塁もできるんですね。はあ、なるほど、なるほど。ちょっと見てみましょうかね。能力。まあ、なんだかんだ、走力 B だし、あるのかな?そういうところ。お祭り男とかね。まあ、閉殺ついちゃったでもまあ、パワーヒッターのおかげでホームランはね、意外と打ちましたね。うん、いいんじゃないかな。なんかそういうちょっと、和製打法感があって。それじゃあ、ちょっと見ていきましょうかね。続けて。はい、年間表彰。まず最初。きた、ベストナインいただきました。まあ、キャッチャー、守備力。やっぱキャッチャーとしては有能だと思うな。そして、ゴールデングラブではないか、残念。まあまあいいさ。さあ、そして、新人王いただきました。ただ、打点王とかではないというところですかね。まあでも、新人王いただけたのは良かった、本当に。うん、なかなかでも期待してたから良かったと思います。いやー、でもなんかこれからもっと活躍してほしいですな、それこそ。やっぱり。いやー、ぜひね、この彼のね、活躍は皆さんによってダウンロードされてて、それで多分成長してくれると信じましょう。ね、ちゃんと正捕手として頑張ってもらいたいと思います。それではね、気に入っていただけた方はチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にて、リクエスト募集しております。チャンネル登録してから、コメント、リクエストの方よろしくお願いいたします。ツイッターにて、随時報告していきますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。